長谷川学は、日本の政治家、企業家、自由民主党所属の参議院議員、よさこい相乱祭り創始者、元、よさこい相乱祭り組織委員会専務理事、株式会社、よさネット元取締役、2007年に結婚、一女一男の父、愛知県春日市に生まれる、父親は、社会保険道務士や行政処置をしていた、父親が、 卒カヨットスクールの支援者だったことから、小学5年生の時兄と共に、同ヨットスクールに入学している。1989年愛知、県立畜産高等学校卒業。1990年、北海道大学経済学部経営学科入学。大学2年の時、母親ががんを患い、兄が医師として勤める高知県の病院へ入院したため、 看病のために訪れた際、本場のよさこい祭りに接しその躍動感に感動、こうした光景を北海道でも見られたら、と、1991年12月、学生仲間を募り5名でよさこい騒乱祭り実行委員会を発足させ、高知県のよさこい祭りと北海道の騒乱節を融合させたよさこい騒乱祭りとして企画、立案し、 道内16の大学、短大の学生実行委員150名のも1992年6月に第1回を開催した。1994年、北大を卒業。学士の学位を取得した。祭りの運営を現役学生に委ね、地元の物産会社に就職。しかし、第3回で参加チームが1チーム減少。 横ばい傾向に転じたことに奮起し会社を退職。第5回、第6回では、企業や自治体を巻き込む形で、よさこい騒乱祭り普及振興会を組織し、運営主体を、よさこい騒乱学生実行委員会から移行。事務局長、理事総括プロデューサーとして運営サイドの強化のため、自ら人頭指揮を取る。1998年3月、 よさこい騒乱祭り普及振興会をよさこい騒乱祭り組織委員会に改組改章、長谷川は専務理事に就任。2001年5月、よさこい騒乱に関する e コマース、踊りに関する教材コンテンツの開発、提供など、祭りをサポートする株式会社予さネットを設立し、取締役を兼務。札幌を代表するイベントを一から作り上げた。 功績が評価され、日本イベント大賞新テーマ賞、サントリー地域文化賞、日本生活文化大賞生活文化賞などを受賞。非選挙権を得た1996年に、第41回衆議院議員総選挙に、北海道1区から無所属で立候補したが落選。2008年1月、自由民主党北海道連により、北海道1区の自民党公認候補として、推薦を受け、 同年7月正式に公認候補予定者に決定した。2009年8月30日、第45回衆議院議員総選挙に自民党公認で出馬するも、再び落選。2010年7月11日、第22回参議院議員通常選挙に自民党公認で北海道選挙区から出馬し、初当選。2014年9月、総務大臣政務官に就任。 2015年10月23日、自民党水産部会長に就任。2016年7月10日、第24回参議院議員通常選挙にて再選。2018年10月、自民党法務部会長に就任。2019年9月、第4次安倍第二次改造内閣で総務副大臣に就任。よさこい総乱祭りのロゴに関して、 1997年に初夏、古賀野州によってデザインされたロゴについては、商標権を長谷川が持っており、無償で対応してきたが、2010年1月、このことが公職選挙法で禁止されている寄付行為に抵触することが指摘された。そこで、長谷川は、優勝で対応する契約を結ぶことなどを提案したが、これに対し組織側は、ロゴは、 公共財として管理されるべきもの。個人の私有財であってはならないとの理由で、権利譲渡を求め、長谷川サイドに譲渡金として600万円を提示したが、長谷川側が譲渡するにしてもこの金額では、適正価格とは言えず、やはり寄付とみなされて、公選法に抵触する可能性があるため優勝対応にしたいと回答しこれを拒否したため交渉は決裂。 よさこい騒乱祭りへの無償対応が中止され、2010年の道祭りでは1996年まで使用してきた旧ロゴが採用された。なお、2011年以降は一般公募で決定したカモメの家族のイラストが公式ロゴマークとされている。ありがとうございます。